舞浜入り口は千葉県浦安市舞浜にある首都高速道路湾岸線の入り口である西域への入り口のみ設置されている現在は東京ディズニーリゾートの利用者のほか付近にある関東最大級の浦安鉄工団地や物流センターなどから資金であるため大型車の利用も多い舞浜入り口料金所付近当初東京ディズニーランドから 首都高速湾岸線を利用して、東京、横浜方面へ向かう車両は、国道357号を経由して、火災出入り口から流入する必要があったが、日本最大の規模を誇る東京ディズニーリゾートの、駐車場からは閉園後のピーク時で、毎時数千台にも達する大量の車が、舞浜大橋付近で、激しい渋滞を引き起こしていた。オリエンタルランド及び、 浦安警察署は、西行きの車も一旦国道357号を東行きに走行して、U ターンする形で浦安出入り口から流入するよう呼びかけていたが、抜本的な解決にはならなかった。このような事情から、東京ディズニーシー開園に際し、国道357号を経由することなく、湾岸線にアクセスできる舞浜入り口が追加で設置されることとなり、 2001年8月29日午後3時に開通した。オリエンタルランドが直接に首都高速の建設費用を負担したのではなく、オリエンタルランドが建設費用約27億円を浦安市に寄付し、その額をもって浦安市がランプを建設した。したがって、この部分は浦安市道であり、浦安市が道路の管理を行っている。ただし、 実務的には、浦安市が費用を負担して、首都高速道路に、実際の所管理を委託している。首都高2、舞浜入口。朝日新聞、P14、舞浜入口の管理、浦安大好き県議内田悦市の雑貫、2015年12月21日、舞浜連結路維持管理経費事業評価シート、浦安市浦安市道第8から43号線。 巡回点検業務委託首都高速定例会見、技術コンサルティング事業の受注状況等、P19、2014年6月4日。ありがとうございます。